ルドガーか。俺も今来たところだ。やっぱりあなたたちもクラックたちのことが気になってる？しばらくあいつらから連絡がない。俺の予感が外れていればいいな。いたわ、クラックたち。おや、アーストさん、部外者に勝手に入ってこられては困るんですがね。あらら、聞いてねえよ。ターネット、クラック、無事か？こいつらがいきなり。クラック、子供に手を出したのね。人聞き悪いですな。例の殺人事件の捜査のついでに、反抗的なガキに大人のルールを教えただけですよ。お前、クラックが兵士を突き飛ばして殺した瞬間を見ていた者が大勢いたんですよ。クラックが？ごめん、ごめん、アーサン。でも兵士のやつが一方的に職質かけてきて、初めから俺を犯罪者みたいに扱って。そのリーゼ・マクシャー人が悪いんだよ。ごめん、ごめん、アーサン。俺に謝る必要などない。むしろ。そうそう、アーストさん、あなたに会わせたい人がいましてね。おい、入ってもらえ。この度はご愁傷様でした。誰？この方たちは亡くなったリーゼ・マクシア兵士リッツさんのご両親です。刑事さん、この子が息子を？今それを捜索中です。ねえ、どうしてなの？どうして息子を？これでもまだ彼らをかばいますか？アーストさん、あなたが守らなくてはならない民が嘆き悲しんでいるんですよ。何言ってんだお前。いいか、この男はただのリーゼ・マクシア人じゃない。リーゼ・マクシアのガイアス王だ。お前たちを守ってくれる相手じゃないんだよ。アーサーが？嘘だろ。アーサー？その通りだ。え？事件が起こった場所は両国の領事が二重に裁判権を持つマックスバードだ。他の場所と違ってリーゼ・マクシアがこいつを引き取ることもできるでしょう。そうなのか。俺が身柄を確保すれば。ただそうなると国際問題になりますな。エレンピオスはリーゼ・マクシアの民衆から大きな突き上げを食うことになる。これはリーゼ・マクシアが欲しがっている関税自主権の話し合いにも影響するでしょうな。分かっている。アーサン、よく考えろ、クラック。お前の味方は誰だ？正体を隠したリーゼ・マクシアの王か、それともエレンピオス人の俺か？クラック、俺は。連れてってくれ、おやさん。全部話す。ガイアス陛下、うちの上司の上司のずっと上の人間がですね、内々でお話ししたいことがあるそうなんですよ。マックスバードの宿までご足労願いますか？リーゼ・マクシアの閣僚と一緒にだな。そう、そういうことです。ガイアス。言うな、ミュゼ。確かにクラックを俺の力で保護することもできるだろう。だがそれをすれば俺は王の
の資格を失うことになる。会談はホテルで行われる。急いで向かうぞ。お待ちしておりました、ガイア様。皆さんもうお揃いになっています。こちらへどうぞ。ルドガー、クラックが犯した罪をお前はどう考える？素直だな。そんな言葉がそうと口にできない人間の気持ちを救うこともある。覚えておいてくれ、ルドガー。クラックはどうなるの？エレンピオスに引き渡すことで合意した。代わりに関税自主権の譲歩を引き出したのね。閣僚たちは大喜びだ。兵士一人の命で安いものだとな。政治的判断を優先した結果だ。遺族にはできる限りの保証をするつもりだ。苦しかったでしょ。これが俺の仕事だ。相手のメンツを立て、自国の民衆の利益を得る。お見事な判断でしたな。仕事とはこんな風にこなしたいものです。いや、おみそれしました。ではまたご縁があれば。嫌味ぐらい言ってもらった方が楽だったわね。二カ国が進もうとしている関係において、リーゼ・マクシアは圧倒的不利な立場だ。今度のことは俺が国益を優先すると分かった上で、あの男が仕掛けたのだろう。面倒をかけるが、このカメラを処分してくれないか。よろしいのですか。ああ。これはアーストという、彼らの友に送られたものだ。俺が持っているべきではない。けどそれはあなたにも一緒にいたいと思った友人がいたことを示すもの。ただの人間アーストに心を許し合える家族や友達は精霊にも人間にも必要じゃないかしら。そうか。どうされますか。やはり返してもらおう。ルドガー、いずれお前やジュードたちと共に写真を撮らせてくれないか。ルドガー、なぜエレンピオス人は機械を使いこなす能力が高いのだろうか。何？リーゼ・マクシア人も割と普通に使いこなしているだと。依頼品結構レアですよね。普
数に集めたらた